日本神奈川県横浜市磯国坂下町。坂下町は神奈川県横浜市磯国の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示実施済み区域。磯国の北部に位置する。堀割川の左岸にあたる。北で、馬場町。東で、中区寺久保。西で堀割川をまたいで滝頭。南で下町と接する。町内は、 大半が平地であるが、東端に南北に走る崖があり、ここで警察署の管轄が分かれる。東の高台は山手警察署の管内で戦後米軍に接収され、ネギ住宅地区となっている。西側大部分を占める平地は磯子警察署の管内で住宅地になっているほか、坂下疎開道路沿いには商店街が形成されている。掘割川沿いにかつて、 横浜大河レンガなどの工場があった場所には現在は自動車販売店などが並んでいる。町内全域が横浜市立根岸小学校、横浜市立根岸中学校の学区である。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内に駅はない。1912年から1972年までは横浜市電が堀割川対岸の国道16号を走り、滝頭に停留所があった。最寄り駅は JR 根岸線根岸駅であり、町内からは 徒歩10から15分程度かかる。町内から最寄りとなるのは以下の2つのバス停である。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。西根岸坂下町に関するカテゴリー。ありがとうございます。